ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。みなさんこんにちは。こんにちは。高橋由紀と篠原雅史です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお送りしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、はい、ね、恒例になってますね。ギターは歌うということでね、はい、歌の曲をね弾いてみたいな、はい、はい、それでは早速1曲お送りしたいと思います。はい、佐藤勝作曲、若者たちです。どうぞ。でした。はい、さて、はい、今回もゲストの方を、はい、お呼びしておりますので、はい、ご紹介したいと思います。先週に引き続き松澤由衣子さんです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、また今回もいろいろお話をしたいなと思いますが、はい、ね、今のね、はい、若者たちっていう曲知ってます？知ってます？知らないです。知ってますよね、皆さんね。確かにね、跡形もない時だもんね。跡形ってまだ1966年のテレビドラマのね、はい、主題曲で、結構なんていうんですかね、若い人たちにエールを送る、そう、背中を押してくれる歌ということで、はい、結構よく歌ったし、から小学校のね教科書にも載ってた時期があるんですよ。あ、ある時ね、はい、ある時と。
多分お父さんの小学校の頃かもしれないですね。そんな感じの。はい。まあそんな古い曲で、どうも、毎度すみませんね。はい。はい。あの、ギターのでね、あの、いろんなこう、本当は歌うんだけど、それをギターで弾くっていう曲は結構あるよね。なんかね、あの、ギターの、なんて言うんだろう、あの、独奏に直しちゃってっていうの、いろいろ。ね、それと、あと、ほら、師匠に言われるでしょ、もっと歌いなさいとかってね。だから、ギターは歌うっていうのは実はね、その、あの、歌の曲弾くっていうのはあるけど、ギターは人の声と同じように歌えるんだよっていうのが、このタイトルの中に秘められた謎なんですけどね。はい。うん。どんな曲が好きですか？なんかこう、歌ったりとかはされますか？鼻歌程度なら家で撮影だ。カラオケとかそんなに行かないの？カラオケはめったに行かない。めったに行かない。じゃあこう、例えばこう J-POP とかそういう歌詞のある歌をギターで弾くっていうことはありますか？ああ、それはもう何年もやってないです。やっぱりもうギター弾くときはもう基本的にもうクラシック、いわゆるクラシックみたいな曲ばかり見てるんで、こういうのに少し足をね、染めてね、はい、もらうと。悪い別に悪いことしてるわけじゃない。ギターで弾くと、曲もちょっとこう変わって聞こえると言いますか？そうだよね。あのね、はい、やっぱり人間の声でやるのと器楽の違いっていうのがあって、はい、何よりもね、言葉がないでしょ、うん、つまりね、例えばこの、君はどこへ行くのかみたいなのも、別にその歌詞がなくて、タリダンダダンティリであって、メロディーだけ聞いてるのと全然違うから、うん、なんかこう聞こえ方も違いますよね。多分テレビの前ではね、はい、このメロディー聞きながら多分皆さん心の中で君の行く道はってこう頭の中でこう回って、うん、回ってると思うんだけど、まあだからそれと違ってメロディーだけでも大変美しい、ね、はい、曲ということで ね、うん、こういう曲はなかなかいい、はい、いいと思いますね、はい、僕はいいと思います。ユーミンとかは弾いたことありました？それはありました？弾きました？弾きました。ユーミン楽しかったです。うん、いいですね。そういうのはあの例えばクラシックの演奏会で弾いたりしますか？しない。しないですよね。なんでしないんだろうね。なんでですか？なんででしょう。考えたこともなかったです。こうレパートリーが違うとかね、そういう分野が違うとか思っちゃうんだろうね。そう言われてみると僕も弾かないね。あ、そうなんですね。でもこの番組始めてたくさん弾くようになりましたね。はい、このコーナーでたくさんやるように、はい、確かに演奏会で、でもね、この間の地域のね、はい、あのコンサートでね、そんな曲ばっかり集めてやりましたよ。はい、うん。それもう皆さん大合唱でした。うん、そうそう、だから、うん、あの、クラシック弾くとみんな寝ちゃったりするんですけどね。知ってる曲だとやっぱりいいですもんね。そう、はい、そういえばね、話突然でね、申し訳ない、はい、先週ね、はい、兄弟だって話したでしょ、はい、実はもう一つ兄弟なんだよね。キュドンとされてますけど、ゆいこちゃんの方がね、はい、お姉さんなの。ほら、まさかの、うん、まさかの、ね、なんでしょう。実はね、これ同じ人が作った楽器なの、はい、アルカンヘルという人が作って、はい、でこっちのがお姉さん。お姉さん、うん、何年だっけ？作られた1962年です。62年、僕82年ですから、20歳もお姉さん、お姉さんと呼ばせていただきますので、だからなかなか同じ楽器だとね、はい、やっぱり相性もいいので ね、で、あのちょっと二重奏じゃ ね、はい、ぜひ、はい、ちょっと聞いてもらいましょう、はい、リチャード・カーペンター、ベティス作曲、イエスタデイ・ワンス・モアです。どうぞ。
カーペンターズは知ってる。はい、知ってます。知ってます。この曲は知ってました。サビのところ。サビのところ。そうですか。ね、あの、イエスタデイ、ワンスモアって言うんだから、あの、やっぱり、昨日よもう一度って直訳するとはね、あれだけど、昔のことをこう懐かしんでるというね、はい、あれですけど、あの、イエスタデイって言うと、どうしても僕たちはね、ビートルズのイエスタデイっていうのが来ちゃうのでね、なんかワンスモアって言われた時に、なんだろうなと思ったんだけど、まあ全然違う歌でね、いい歌でした。そうですね、優しい印象を受けました、初めて聞いた時は。そうですね。そうですね。去年ね、暮れになる、あ、今日もう一昨年か、あの、年の瀬は何がいいかって言ったらね、カーペンターの曲がいいだろう、カーペンターズの曲って、なんでだか分かりますか？カーペンターって大工さんなのね、で年末は大工は歌うからねっていうね、あのつまんない、すいません、はい、優しい目でこちらを見ていらっしゃる、はい、ありがとうございます、はい、そんなことでまた遊びに来てくださいね、はい、ありがとうございました。本日のゲスト、松田和由衣子さんでした。それでは今週もお別れの時間となりました。この番組は毎週日曜日の11時からご覧のチャンネルでお送りしております。再放送が YouTube にアップされております。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひご覧ください。はい、よろしくお願いします。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れしたいと思います。また来週お会いいたしましょう。さよなら。